さあということで、久しぶりのドライブトーク、はい、今回のゲスト桜庭菜々美ちゃんです。お願いします。拍手よろしくお願いします。今千葉房総半島までね、はい、ドライブで来てますけども、はい、今日はこれいきなりですけど、私服ですか？あの個性的な。そうですね、はい、なかなかいないですよね、こういう服で来る方。なんか今工場かなんかでお勤めで。あ、そうなんです、はい、実はドラマの全力で愛していかなっていうドラマの、はい、衣装、衣装なんです。そうなんですよね、はい、今あの実は絶賛撮影中の、はい、全力で愛していいかな、菜々美ちゃん主演のドラマの、はい、撮影でちょうど一緒で、はい、で今日はその撮影のちょっと合間にですね、はい、ドライブトーク出てくれるということでよろしくお願いします。お願いします。この衣装が、うん、あの私はチョウという女の子の役なんですけど、チョウさん建築会社で働いてる女子なんですよ。はい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 。それでこの作業着を着て来ました、うん。あの僕もなんか菜々美ちゃんが衣装で出たいっていう風になんか聞いたんで事前に。あ、嘘ですよ。え、私でした。え、分かんない、なんかその向こうサイドさんからっていうことで、はいはいはい、あ、じゃあなんかあれなんだ、ほらいろんな衣装あるじゃない、はい、ちょっとデートの時の衣装とか、あ、はいはい、あ、そういう感じなんだなと思ったら、そうです、うん、なんか衣装がいいって言われて、はいはい、じゃあまさかのこのチョイスと思わなかったから。え、なんでなんか千代といえば、はい、この作業着かなと思ってこれを選ばさせていただきました、まあ、いや確かにね、そのシーンも多いけど、でも俺実際その千代さんとは絡みないんですよ、この作業着姿の、はい、だからまあそういう意味では今日初めて見れてね、よかったですけども、だからドラマの衣装で今日は、だから僕もそうなんですよ、これ実は。そうですね、はい、衣装で僕はあのジュンっていう役なんですけどもね、あのメガネとこのシャツはいつも着てるトレードマークで、はい、だからメガネもちょっといつもと違うんですよね。あと結婚してます、はい、どうなんですか。薬指にね指輪もつけてやっておりますんで、はい、結婚、結婚、結婚、え、なんですか、いきなり私のプライベートの結婚の話今掘り下げようとしてくれてる。ちょっとはい、2年前3年前ぐらいに、はい、藤森さんと13というドラマでご一緒させてもらって。あったね、あのドラマもまた結構壮絶な、はい、そうなんです、あの誘拐犯と被害者、僕が桜庭さんを監禁してね、はい、何年間ですかあれ。13年間年間監禁する、した側とされた側ということでっていう役を演じてたんですけど、はいはいはい、その時に藤森さんに恋愛の話を、うん、はい、お聞きしてたんですよ。なんか空き時間結構喋ってたもん ね、うんうん、これなんですか。なんでもいいですよ何もなんか、はい、その時は、うん、プロポーズしたみたいな話をしてたんですよ。あ、俺そんな時期だった。そうです、プロポーズしたんだけども、はい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 、タイミングがちょっと違ったって、海外で、うんうんうん、はい、っていう話をされてたから、海外でね、うん、はい、でもう少ししたら、うん、ご結婚されるのかなと思ってたんですよ。はい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 。そしたら、うん、なんか破局みたいなニュースを見て、うんうんうん、と思って、うん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 、びっくりしたんですけど、はい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 、今どうなんですかごめんなさい、5分だけ泣かせてもらっていい？その話するには。いや、すごい気になります、ね、いきなりぶっ込まないでよ。いや、もうあのニュースの通りですけど、はい、あ、そうか、そんな、あれコロナ入ったぐらいだったもんね。はい、そうそう、でまあその方とはまあもう実際本当に終わってお別れしてしまったので、はい、本当に今はあのそういうことなく、そういうことなくというかじゃあ恋愛してないんですか。恋愛自体はしてないですけど、あの前向きではありますよ、もちろん。あ、素敵です、それは。いや、だから本当それこそ、はい、今回のこのドラマ、はい、全力で愛していいかな、はい、いわゆる我々世代40代のね、はい、おじさんがこう全力で恋をして、うんうんうん、で菜々美ちゃん演じる千代さんにこう愛したらいいかなっていうね、はい、そういう物語じゃない、はい、まあ、僕直接そういう役じゃないけど、うんうんうん、なんかすごく勇気もらってましたよ、ずっと。あ、本当ですか。この作品自体には。はい、嬉しいです、嬉しいですってかね、ちょっとだから年の離れた、うんうんうん、なんて言うんだろう、まあ、あの竹財、はい、照之助さんが演じる、
瀬尾さんっていう役があるんだけど、はい、池叔父が、はい、こう若いね、うんうんうん、七海ちゃんのような女の子にこう恋をするということがやっぱり本当いろいろおじさんたちからすると難しさもあるのよ。やっぱ年離れてて、でご飯とかは一緒に行ってくれるけど、まさかそんな本気にね、うんうん、なられたら相手も困るだろうなとか、でもいろんなこと勘ぐっちゃって、まあ、物語もそういうところがあるじゃん、はいはい、まさにそういうところ自分と重なるところ多かったですよ。恋愛年の差って考えますか、はい、やっぱ考えちゃうよね。昔はあんま気にならなかったけど、30代前半で20代前半の子とかだったら、うんうんうん、まあ、そんなに気にならなかったけど、はい、やっぱりもう40なんですよこの3月で、はいはい、あ、そうなんですね、締めですね。10の位がやっぱ2つ変わってくると、うんうんうん、40で20とかって今回設定的にはそういう感じ、はい、はいはい、そうですね。それちょっと考えますよやっぱ。へえ、じゃあ藤森さんが好きなタイプは年上なんですか、年下なんですか？ね、いいインタビュアーだね。なんで俺ドライブトークなのに、すごい気になってるんです。丸裸にされていってる感じがするんだけど。どうなんですか？いや、それタイプでっていうことは分かんないけど、今までで言うとやっぱり年下の方が多かったよね。へー、というかないかな、年上の女性と付き合いしたという経験自体は。じゃあ若い時というか20代の時とかももうないないない、その時も同い年か、うん、いやそういう、だからね、ななみちゃんだってもう、いや30になったんですよ。え、あ、本当に、はい、また一段と大人になったね。いやもうあの時20代だったもんね。はい、多分10の位が変わるのでそれなんかさ、はい、ね、あんまり女性に年齢のこと言うのもあれだけど、いやいや、なんか20代から30代っていうのは、はい、自分の中であるの変化が。うん、なんか20代の時は本当に目の前のものを楽しむみたいなのがあったんですけど、うん、はいはいはい、30代になるとなんかこの時期にこれをしたいとか、うん、まあ、仕事もそうですけど、はい、やっぱり女性の30代って私は 大切だと思ってて。いや、そうだと思うよ、うん、私も結婚願望もあるし、うん、子供も大好きだし、うん、はいはい、そういうのを考えるようになりました。おお、じゃあちょっとなんかそういうことも意識しながらなんか日々そうなんですよ生活を送っていくんだ。はい、いや、どうなの、うちそういう予兆ありそうなの？予兆ですか、はい、こんな風になんか恋愛していけたらいいなとか。いや、でも恋愛して結婚もしてお仕事もしてってしたいんですよ、はいはい、だけどその人生設計ができないんですよなんかさ、前その前のドラマの時さ喋、はい、ってたけどさ、なんかあん結構家にずっといるみたいなこと言ってたよね。休みがあったずっと家にいます。はいはいはい、まあ、だからなかなかね、そういうサイクルだとこう新たな出会いとかってもないかもしれないじゃん、うんうん、そうですね、まあ、あとはでも仕事でね、こう出会う人とかってまあ自然っちゃ自然だからね。でも思うんですけど、はい、こう30、まあ、年を重ねてから余計にお仕事の現場で出会う恋愛って難しくないですか？あ、まあまあ僕も最近で言うとないけど、それは、はい、まあ、過去そういうこともあったけどね仕事場でこう出会った人とっていうのはあったけど、はい、まあ、あんまそういう風な目で見なくなったかもね。そうですよね、あとなんかこう、うん、いや、まだ若いからさ。いやいやいや、全然いいじゃんそれは。やっぱ今回もそうだけど、すごいもうゴリゴリの恋愛ドラマだったりするじゃん、はいはい、やっぱ恋愛をこう仕事でだいぶする機会多いじゃない。実は今回初めてなんですよ、私恋愛。そうなの？がっつり恋愛ドラマっていうのは、はい、あ、でもそっか、前回ね僕がやったのは監禁だったもんね。そうなんですね、サスペンスだしえ、そうなの？なんか意外だね。そうなんです、学生の役とかそういうの。学生の時は結構振られる役が多かったです、うん、あんま成就しなかったんだ。そうなんですよ。はえー、あ、じゃあ意外とこれ初の経験なんだ。はい、だからもう毎日ドキドキです。はえー、どう？この恋愛ドラマを初めてやった感想ってのはドキドキするの？やっぱドキドキするし、はい、やっぱり私はラブストーリーが小さい時から好きだったから、おうおうおう、そういう作品に参加できて嬉しいですね。もう本当に現場も華やかだし、はいはいはい、で相手役のまた竹財さんがさ、すごく優しくてイケメン で、あの方は本当に、はい、なんかくすぐるよね。くすぐります。女性のこの母性をくすぐるお顔立ちとなんか喋り方とさ、はい、
じゃない。あとカットかかった瞬間とかめっちゃ優しいです、はい、優しいよね、はい、いやもうだから男性女性関係なく俺とかにもすげえ優しいのよ、うん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 、あれ何なんでしょうね、あの自然なこの魅力というかちょっとセクシーだし、既婚者の余裕ですかね。そっかあそういうことか、既婚者だから、はい、あえてね優しくして変に相手を勘違いさせることもないし、はいはい、いや言うても俺既婚者だから、うん、別にそれ以上は超えないし、はい、みたいな。そういうこと。俺竹財さんこのドラマ通じてものすごい憧れの男性になったもんね。あ、そうなんですか。はい、あ、いいな。素敵ですよね。いや素敵だと思うねいやだからこそさ、そういうね、まあ、竹財さんお相手役だけど、はい、そういう恋愛ドラマとかして、はい、なんか仕事とそういうプライベートでなんかしっかりこう晴れるのかなって、うん、まあ、今回竹財さんは既婚者だけれども、はいはい、そうじゃない場合の出会いだってあるわけじゃない。そうですね、共演した人が、はい、でもよく聞くじゃん。でも私共演、もう共演者の方と、はい、あのご飯行ったりする機会がコロナもあったせいかないんですよないんですよ。それも前聞いた私全然正直あんまり友達いないみたいな。そうです、結構外にご飯行かれたりしますか。いやまあでも限られたメンバーよ、決まった芸人仲間だったりとか、うん、本当にそれ以外でも本当にすごいもう特定の決まった人ばっかり、なんかやたらめったらどこにでもこう顔を出すとかいうことはもうないよ、うんうんうん、昔はあったけど。あ、昔はあったんですか。20代の頃あったよもう。でもすごいパワフルですね。なんか、うん、港区で楽しそうな会が開かれてたら行っちゃうみたいなって。いや、行かないでしょ。ドキドキです。絶対来たくないですね絶対行きたくない。絶対来たくないです、はい、港区の会。そう、いや、それでいいと思うよ。そんな行かなくてやっぱいいと思うし、でも今いるお友達はじゃあ本当に何でもこう言い合える。はい、そうですね。あのお家で会います。あ、うん、それが一番健全でいいんじゃないかな。なんか楽だし、やっぱ同じ仕事してるような友達、はい、もいれば、うんうんうん、まあ、高校が東京なんですけど、はい、その高校の友達とか。あ、昔の友達をずっとやっぱじゃあ仲良くて、はい、未だに。そうですね、うん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 、どうですか。学生の時の。結局でもこの年になって今年に2回旅行絶対行ったりとか、はい、なんかの節目でこう一緒にいたりするのって同級生。俺も。あ、そうですね、俺中学の同級生だけどね。あ、めちゃくちゃいいじゃないですか、うん。あ、でも高校の同級生も今この YouTube 一緒にやってくれたりとか、うん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 、だからやっぱね最終的に何だろう、そういう結局一番信用できるじゃん。そうですよね、信用できるっていうか、はい、その知ってるから、うん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 、やっぱ昔から。でもそういうお友達がじゃあいるんだ。はい、でもそれも、うん、そんなにたくさん会ったりはしないですよ。月2ヶ月に1回とか。え、ごめん、じゃあそれ以外は基本的に何桜庭ななみは何をしてるの本当に家にいるんです。家にいて何してんだっけ。この話なんか3年前した気がするけどずっと寝てるんです本当に。あの 10時間ぐらい寝て寝るね。でプラス2時間ぐらいお昼寝して寝るね。でなんかバラエティ見て、うん、バラエティ見るんだ。見ます。家で結構見るのはもうバラエティ、なんかそのドラマとか映画とか。ね、いや、バラエティが多いです。バラエティ何がちなみに好きなの。私マツコさん大好きで。おお、マツコさんの番組めっちゃ見てます。マツコの知らない世界とか、はい、と、かりそめ天国と、はいはいはい、月曜から夜更かしを全部見てるじゃん、ね、マツコウォッチャーじゃん。ループして見てるんです。デラックスウォッチャーいた。いや確かに面白いけどさ、マツコさん面白いし、マツコさんが笑ってるところとか、うん、食べて美味しい顔してるとことか、うん、めっちゃ嬉しいんですよ。それわかる。あと物をすごい美味しそうに食べるよね、うん、はいはい、食べたくなりますもん。忖度ないし、あの人のコメントって、はい、美味しくないものは美味しくないって感じで話されるじゃないですか。だから本音を言ってもこうそこまで毒がないというかね、うんうんうん、だから特殊だよね、あの人は。いや素敵です。あ、で好きなんだ。大好き。会ったことないの。昔あのバラエティでご一緒させてもらったことあるんですけど、うんうんうん、また会いたいです。またご一緒したいです。あ、でもそういうのは言ったらね叶うと思うから。本当ですか。うん、
もうマツコさんが大好きなんですっていうマツコさん好きすぎる女優として大好きなんですマツコさんいやすごいね、はい、いやだからちょっと待って、いいんだけどそれは、はい、1日だから昼寝回せると12時間寝てるじゃん。あ、そうですそうです。でそれ以外が大体デラックス見てるでしょ。そうですそうです。マツコさん見てるでしょ、はい、もう1日終わるじゃん。あ、そうなんです。本当にそれで終わるんです。趣味は趣味はい全く何にもないです、ま、趣味ありますか藤森さん。いや僕はまあゴルフ、まあ、今回の現場でもずっと竹財さんとはゴルフの話してたし、うん、でもサウナ、あ、そうサウナいいですね。もう好きだったりするし、あとはいやでも旅行も結構好きだし、うん、でバイクも乗るし、へえ、その趣味ごとにまた友達が違うから、あ、まあ、それだけで結構友達って多いよね。サウナのお友達とかがいるってことですか。サウナに一緒に行くサウナ好きの友達、まあ、それこそそれは同級生だったりするけど。サウナって一人で行きたいものじゃないんですかいや一人でももちろん。え、サウナ行くの。サウナは行ってたんですよ昔。だけど最近行ってないです。全然。なんで行かなくなっちゃったの。もう半身浴でいいかなみたいな。いやいや諦めないであの、いやいや、じゃあ分かった。サウナに関して言ったら今度僕てかもう2月に代官山に、はいはい、藤森慎吾のプロデュースするしたサウナがもうオープン、え、多分この動画流れてる頃はもうしてるんで。マジですか。そこ個室なんで、まあ、1人でもちろん来れるしまあお友達1人誘って2人でも来れるし、じゃあ一回招待しますから。え、いいんですか。もちろん。お水はちゃんと冷たいですか。冷たい。あれこだわってるね、はい、水風呂冷たいよ、はい、うん、14度ぐらいですか。15度とか今ごめんなさい設定16にしてるんですけど。16かいやいや、まさかここでサウナのトーク盛り上がると思わなかったから。確かに。まあ、14になったら冷たすぎる。14にも下げられるよ。そこチラーっていうマシン入れてるんで。はい。あ、何、実は隠れサウナ。いや、そうなんです。結構好きで、ね、1回もその話出なかったよね。そうですね。こんなに俺サウナ好きなのに。え、それあれがあるってことですね。ルーティンがあるってことですよね。何分入って。ああ、まあまあ大体そうだね、10分から12分ぐらい入って、はい、え、どうルーティン。私は、はい、12分の時計あるじゃないですか。はいはいはい。あれを水風呂とサウナをで一周にしたいんですよ。ほう。だから10分サウナに入って10分、はい、あ、2分水風呂に入ってっていうのを繰り返します。え、水風呂入った後はでもまたサウナに戻ります。あ、もうすぐサウナ行っちゃうんだ、はい、え、休憩しないの。しないです。え、もったいなくないですか。ちょっと待って、なんかすごい変なこと言ってますみたいなテンションで言われてるけどもったいないですね。いや絶対休憩してください。もったいないですよそれ本当に。なんかすごい冷たいのに、うん、あったかいところに行く瞬間がめちゃくちゃ好きで。ああ、でもあの瞬間も実は気持ちいいんでね。はい、そうなんだけど。休憩って何するんですか。え、だから10分サウナ入って2分水風呂入るじゃん、はい、そしたらキンキン体冷えるじゃん、はい、だけどまだ体内の熱はあったかいわけで、あ、表面だけ冷たくなって、はいはい、そう、そしたらそのままのこう外冷たい中あったかいの状態で休憩の椅子にこうやって寝てると、いわゆる俗に言う整うみたいな。それが整うって言うんですね。そう。え、そのでも感覚はでも味わったことあるでしょ。ないです。ないの。はい。なんでサウナ入ったの？とにかく痩せたかったんですよその時は。あ、なるほどね、はい、はいはい。だからもう一生懸命入ってたんですけど、まあ、でもその水風呂からの、うん、サウナがめちゃくちゃ気持ちよくて。あ、わかる。俺も昔その入り方してた時あった。うーん、水風呂でキンキンに体冷やして、でサウナ入ると熱く感じないんだよねしばらくね。あ、そうですね、はい、でなんかぬるーくぼーっとして、であの瞬間にも確かに整ってるっちゃ整ってんだよね。あー、そうですね。その流儀めっちゃ気持ちいいです。があっても確かにいいと思うけど、それはすみません僕もなんか否定してしまって謝りますあ、でも2月すごい楽しみです。ぜひそれ一回休憩も挟むルーティーンで、はい、ちょっとやってみます。教えるんで僕。え、でもそんなにたくさん趣味があるのは羨ましいですよ。いやだからね、まあでも自分でもちょっとこれいろんなことやりすぎてんなっていう節はあるから、やっぱ七海ちゃんみたいにそうやってつつましくね、いやいや日々生活するっていうのも俺すごい魅力的に感じる。でもすごい行動力じゃないですか藤森さんって。確かに
じっとしてらんないたちではあるよね。あのサウナをプロデュースもそうですけど、うんうんうん、独立されたじゃないですか。ねえ、ね、井上光三さんみたいな質問の角度なんだけどさ、さっきから恋愛の話から入り、光三さんの弟子なの？なんか違います。藤森さんね、あんた急に独立されましたよねって井上光三さんの。しかも13の後すぐに独立されたじゃないですか。あのドラマやってる時はまだ吉本、はい、だったんですよね。はい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 、そうそうそう、独立したんだと思って、うん、でその独立した後に、はい、あの素敵なマネージャーさんのあとびちゃんね、ニュースに出てるから、うん、私マネージャーさんの顔知ってますよと思って嬉しかったです。そっか、現場来てたもんね、はい、あの時もね。そうそう、今でもそのとびちゃんってね、はい、飛松マネージャーがずっとやってくれて、だ今もう2人きりですよ、うちの会社。でも僕とマネージャーと、うん、いやまあだからそうね、独立も行動力といえば行動力。行動力ですよ、すごいです。いやでもあの本当絶対お勧めしませんよそんな。そうですか、そうですか。いやそうですかって別に考えてるとも言ってないんだけど。いや大変、大変なことも多いし。そうですよね。でもその大変なことをちゃんとやろう、絶対一人になったら大変じゃないですかそれって。そうだね。今までやらなくてよかったことを自分で全部やらないといけない。まあまあやる分量は増えた、うん、うん、だからすごいです。まあでもなんか一歩思い切ってあの飛び出すかどうかぐらいの差だった、意外としてみたら、うん、まあもちろん今ではね、こういう経験も一回してみてよかったなって思ってるし、うんうんうん、またねこうやってお仕事で再会できたりとかも本当に嬉しかったするからさ、すごい良かったですよ。だからいや、まあ今日は本当にこのね、全力で愛していいかな、はい、公開記念スペシャルということでのドライブトークなんで、はい、ちょっとドラマの話もしないと、ドラマの話 P に怒られるから。そうですね、 P にでももうね、実は明日クランクアップなんです。明日クランクアップなのよ。だから結局どんぐらいね、同じシーンなかったですもん。で昨日、昨日と、うん、あとなんかあれ、昨日じゃなかったっけ、その前あったっけ。初めましてじゃないです、あ、初めましてじゃなくて、いや違うね、その前に、その前何でしたっけ。あ、でもそれあれ、あ、あれだ、あの外のシーン、あ、ずっこけたやつ。そう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 。ちょっとこれはね、もちろんオンエアにはないですけども、はい、アクシデントでね、はい、全力疾走のシーンで、はい、走ってたら僕の目の前でね、七海ちゃんがダーンとんですよ。俺あれ最初なんかもう迫力すごすぎて、あれ一回ドライもやってリハもやってるはずなのに、はい、なんかこういうシーンだったんだっけって思うぐらい白熱の白真の芝居してると思って、はい、なんかドラマみたいな転び方しましたよね。もう私絶対足血まみれだと思ったんですよ。でも膝触ってこう血を触って、あの血出てないからみたいな。大丈夫だったの膝は。何にもなってなかったんですよ。さすがですわ。やっぱ天性の女優魂がこのナチュラルな。いやいやいや、あんなに痛そうにしたのに何にもないって恥ずかしいんですけど。でもあの時ちょっと本当に一瞬びっくり。うわ、波が。すごい波しぶき飛んできたこっちまで。すごいですね。びっくりしましたよ私も。いやなんかこんなこと言ったら怒られるけど、その転び方があまりにも美しすぎて、いやいやいや、わあ、これ今女優さんが目の前で転ぶ芝居してんだって俺思っちゃって、だから、うん、そのすぐに大丈夫とか言えずになんかもう唖然としちゃったんだよね。いやしたら、いや違う違う、こんなシーンないわと思って、うわ大丈夫大丈夫ってなって、みんなバーって駆け寄ってきてさ、本当に何にもなくて、いや、めっちゃ恥ずかしいです。そうそう、あのシーンとね、はい、あって、そうだ、その時に、うん、お久しぶりですだったんですね。そうだね、だ今回それで言うと本当に同じシーンが2日、3日ぐらいだったもんね。はい、はい、まあ改めてちょっとこのドラマの、うん、まずどんなドラマかちょっと七海ちゃんの方からざっくりご説明いただいてもいい？なんか30代40代の、はい、男女が大人なんだけども、うん、臆病で恋愛にちょっと一歩進めないような2人が不器用ながら少しずつ恋愛していくんですけど、でもなんか
30代だから40代だから意外と前に行けないことってあるじゃないですか、はい、大人だから当たり前ってところが意外となんか行けなかったりとか、怖さもあるからね、うんうんうん、もうこの年だしっていう思い込みとかもあるから、はい、そうですね、若い頃逆に行けたけど、うんうんうん、その2人ともその葛藤を持ってんだよね今回ね、はい、うん、距離の詰め方とか、はいはいはい、好きってどういうことだったっけとか、うんうんうん、なんかだから意外と心の奥底で、はい、にいるなんか大人の本音っていうのがこのドラマで共感しやすいのかなと思います。いや結構共感してくれる人意外と多いと思うよ、うんうん、私一番共感できたのが、はいはい、自分が好きな人に、うん、と待ち合わせしたりとかするじゃないですか、はいはいはい、待ち合わせとかめっちゃ嫌なんですよ、うん、めっちゃ嫌だ、その、はあ、17時にじゃあ待ち合わせします、はいはいはい、16時58分とかもうめっちゃ嫌です、あのドキドキしすぎて会いたくない気持ちになる。めっちゃ可愛いこと言ってる。いやいや、なんかそういう女の子なんですよ千代も。はいはい、そうだね、竹谷さんが演じる市川さんが急に千代の周りバッて出てくるんですけど、そこでうわってなってバーって走って逃げるんですけど、ね、うん、気持ちはわかるって思うんですよ、はい、何それをドキドキしすぎて、ドキドキしすぎて、はい、好きすぎて会いたくなくなっちゃうんですよ。何それめっちゃ可愛いじゃん。いやいや、そんなのでもそれって大人でしてたらやばいなって思いません、うん、っていう話です。やばっていうところがちょっとやっぱ似ていると、はい、まあ、やばくはないよそんなのさ、何歳になったって可愛い仕草ではあると思うし。結婚はしたいですか。あ、それはねしたいですよね、すごいじゃんもう何、ね、ゼクシーのインタビューみたいになってるじゃんずっとあの藤森さんのニュースは楽しみにしてました見てくれてる、はい、いやいや、だからそうよ、今回マジでこのドラマは、はい、結構自分にとってのあの応援歌というかね、応援ドラマだと思ってますから、本当にね、うん、あの楽しみにしてんの俺も。オンエアやっぱ自分のシーン以外はほらこれから見るものがあるからさ、ね、から私は男子のトークが楽しみです、うんうん、ああ僕らのとこね、はい、実際にこういう話をするのかなとか、竹財さんとあと小田井さんと僕との3人の、はい、おじさん3人のシーンっていうのは結構前はあるんだよね、うんうん、はい、そこめちゃくちゃ面白いからぜひ見て、めちゃくちゃ楽しみにしてます、うん、でもなんか本当に恋愛一歩踏み出せるようなパワーをくれるドラマだと思う、はい、そうだね。うわ、ちょっと待って、この夕日めっちゃ綺麗ですね、が見えて今ちょうど次のね、はい、撮影の現場に着きましたんで、はい、じゃあ改めて菜々美ちゃんから最後お願いします、はい、あの本当にパワーをもらえるドラマになってると思うので、うん、はい、大人の恋愛をしたいって方に特に、はい、見てほしいなと思います。そうですね、はい、僕みたいなねこう年齢ででも一人でいる、一歩踏み出す勇気がない、そんな方にもぜひね見ていただいて、はい、あ、なんだ大丈夫じゃないかってね、うんうん、そういうふうに思っていただきたいなと思える、はい、そして笑えるよね。笑えます。そういうコメディな部分も多いので、はい、ぜひぜひあの笑って泣いて楽しんでいただきたいと思います、はい、ありがとうございました。楽しかったです。ということで今日はもうスペシャルゲスト、はい、桜庭菜々美ちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。ようこそフィレッジへ。